ちょっとね、うっすら見えてきませんか。そうだね、うっすら見えてるね。さあ、うーわーすごいですね。うわー、なにこれ。そしてこの、え、ここすごいね。結構この少人数なんで独り占め感がすごいです。うわー、これやばいぞ。ごめん、俺高所恐怖症だからちょっと怖いんだけど。ちょっと怖がってるシモンさんは今撮りましたけど、見てください、京都の街を一望ですよ、これ。うわぁ、これやばいね。やばいっすね。すげぇ、ね、はぁ、うーわーこれやばいね。いいなぁ、こんなとこあったんですか。こんなとこあったんだ、京都。うわぁ、やっぱ空気美味しいですね。もう今ちょっとここ怖いもんね、すごすぎて。え、すごすぎてここ怖いもん。どやめろって。あ、でもまあそんなに。そうね、うん、ここだったらね。さあ、よいしょ。どうしたどうした。うん、なんでもないよ。あ、ということでね、観覧車に、そうですね、やってまいりました。やっぱりそうだ、うん、もう最初だってこの画面じゃなかったもん。そうだね。そうなの。うん。あれついてなかったもんね。その話まずする。しちゃおっか。しちゃおっか。うん。現在観覧車にやってきたんですけども、伝わってるかな、わかるかな。今2周目です。まあ機材トラブル的な、ね、ことがありまして、うん、現在2周目に突入している状態でございますけれども。そうですね。そしてさらに皆様にお伝えしなければいけない資本の日はですね、はい、まあ、知ってる方は知ってんじゃないでしょうかね。そうですね、高所恐怖症です。そう、これが証拠だよね、これね、この量ってね。もうまさかカメラ回ってないと思わなかったよ。俺らも全然気づかなかったよね。本当だよね。本当に乗んの。乗る。うわ、よ、あー、行ってきます。行ってきます。さあ、ということで観覧車に入りましたよ。うん、どう今の気持ち。もう怖くてたまらない。そうなの。俺高所恐怖症なんだ。言ってよ。若干。で、あんまり外とかは見ると怖いかなみたいな。もう今この段階がちょっと嫌なの。あ、そうなんだ。テンション上がんねえな。いやー、もう勘弁してください。まあまあまあ、15分って書いてあるよ、ここ15分ですよ。もうスッて言ってスッて終わってほしいんだけどな。スッて言って15分でスッて終わるよ。15分はスッていきません。いや、頑張ればいけるよ。スだよ。まあ、いや、もう言ってても仕方ない。まあまあ、早速だから振り返ってみようよ、今日の。そんなにいいですか。そんなにいいですか。ここ開かないよね。ここね、開かないです。開かないよね、大丈夫ね。さっきから気になってたんだけど、ずっとこの手すりに捕まってんだよね。もう、今尋常じゃない汗をかいております。ちょっと…いやほら、たぶんあれカラスかな、飛んでるよ。飛んでる、すごい飛んでる、ほんとだ。さっきはこの映像が流れてるはずだったんだね。まだ頂上じゃない。まだだね、もうちょいだね。ねえ、なんでこれなったの。ん、エアコン。またエアコンじゃない。平気ほんと。あの、科学は大丈夫。分かってるんだけど、もう、なんだろう、万が一、僕が一最悪の状況かっていうのを考えてしまって。まあね、それ考え出したらね。でも次がさ、7月に予定してるじゃない。うん、この公開収録の次を。いいね、ビアガーデン。そう、その時にビアガーデン行ってもいいんじゃない。なるほど ね。それも面白いよね。うん、うん。違うじゃん、別にさ、もっといや楽なとこあったのよ。
か帰り。帰り、こ帰ります。帰りどうすんだよ。これなんかうわすごい手すりが揺れてる気がする。揺れてる気がする。うわこれ。ちょっと。もうちょっと上げてください。もうちょっと。あれ。ちょっと誰だ今ガシガシやったの。誰。うー。というわけで、温泉キング下野宏でございます。さあ今回はなんとですね、温泉から慰安旅行をプレゼントされました。イエーイ。ということでね、まあ、今回こんだけ拍手があるってことはですね、僕だけじゃないんです。そう、温泉ファミリー、もうなんだよ、もうさっきから勝手に邪魔される。さあそれではね、はい、まあ、今回、はい、ちょっと様子がおかしくないですか。様子がおかしい、バカ野郎、様子おかしいよ。腰が引けてるというか。そうだよ、もうできれば早くここから退散したいんだよ。さん、もうちょいこっちよ。ちょっと怖い。こっちよってこっちよ。やめろ、そういうの良くないんだぞ。あ、なかなかしない顔してる、うん、なんでさ今回こんな高いところばっかり行くのね。ハク、何今の音。ねえ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 、何今の。今のはロックです。ロック、何をロックした。さあ行きましょう。え、ねえ、これってさ帰りもこれ乗るの。ああ、わわ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 。ロケハンから行くよ。慣れときたい。うん、慣れときたいじゃない。ここは行かないで。NG 出しに行く。NG 出しに行く。うん。あとスカイダイビングダメね、絶対。うん。スカイダイビングは怖いですね。ほら、だってもう今この段階でアウトなんだよ。ここにも高いところから落ちる意味がよくわかんないんだよ。ちょっとだけ。俺今年に入ってこんなんばっかりやってるよ。なんでこんなことしなきゃいけないんだよ。あれですね、今年はいろんなことに挑戦していきたいっていうふうに、ね、あ、ね、ね、それこれ一つも入ってない。ねえ、これ本当に慰安旅行。全然だよ。確かにそれです、ね、確かに。全然だよ。ただ俺が痛めつけられたのをみんなが慰めるだけだもんな。そっちの慰安旅行か。安心できねえよ。本当だよね。ねえ、この道で行けないのかい。この道で行けないのかい。下下にね、道路ありますね。この道で行けないのかい。できれば普通の道が良かった。その説明が見れない。見たら変な景色見える。きっと素晴らしいんだろうけど俺には素晴らしくない。